こんにちは。幸せの法則です。ちょっと遅くなってしまいましたが、11月のエネルギー情報をお届けします。今のこの時期に、大統領選やいろんなことでエネルギーが落ちている人もいるかもしれません。どうすればよいのでしょうか？早速見ていきましょう。2020年11月のエネルギー。巨大なリープ。飛躍。9次元アクトリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちは私たちが存在するすべての瞬間に拡大を経験しており、なぜなら私たちは執着するものも抵抗するものも何もないからです。私たちは拡大が起こることを許可し、リアルタイムでそれを経験しています。あなた方は何かに執着したり、何かに抵抗しているがために、拡大の経験から遠ざかってしまうことがよくありますが、最終的にはその何かを手放す必要があります。皆さんはやれるだけのことをやって、宇宙にお任せして、身を委ねる必要があり、皆さんは自らの意識の進化の先において大きな飛躍を遂げる必要があり、11月は人類の大部分にとってそうなることでしょう。そして11月のエネルギーとは、人類の集合体のために、そして自分自身の拡大を抑えてしまっていた多くの個々人のための巨大なリープ、飛躍になるものを通してあなた方を支援するために、より多くのヒーリングと愛に満ちたエネルギーを送り、光の中であなた方のすべてを揺り動かすことについてのものです。多くのエネルギーが必要な人のために、そこに皆さんが一緒にいられるよう、多くのエネルギーが覚醒した集団によって利用されるでしょう。幾分かの予想外の拡大とともに、巨大な飛躍に対して皆さんの助けが必要な人々もたくさんいることでしょう。そしてあなた方は少しずつ生まずたるまず前進してきたので、あなた方の導きを必要としている人々を導く支援していく方法を理解しているでしょうし、私たちや私たちのような他存在たちがあなた方全員に提供するエネルギーを受け取ることができるようになるでしょう。私たちは支援者を支援します。私たちはヘルパーを助け、ヒーラーをヒーリングをしてバックアップをします。そして皆さんは皆さんの仲間である人間たち、皆さんの身近な人々、そしてもしかしたら、かつては皆さんの人生の中に登場していたものの疎遠になってしまった人々にも、そういった支援的役割のすべて、そしてその役割以上の存在であるよう求められることになるでしょう。彼らはみんな皆さんに助けを求めるでしょうし、そして私たちはこういった機会を生きがいに存在しており、うまくいけば助けを求めている彼らが、私たちや私たちのような他存在たちからの支援を受けて感じてくれることを願っています。そして私たちと同じような見方をしてください。その私たちの見方は、皆さんが他の人々や他の人々の霊的な成長を助けるときほど大きな喜びや達成感を感じさせるものは他にはないということです。もしあなた方がこの送信を受けているのであれば、11月のエネルギーに対して今までのように
気を引き締める必要はありませんが、あなた方と、あなた方が、来月11月より、そして、その先に続く数ヶ月から数年の間に、奉仕することになる人々のために、到来してくる11月のエネルギーですから、そのエネルギーに、心身ともに開いて、受け入れてください。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？では、次のお話に行きましょう。以前も何度かお話ししましたが、初めてこのアクトリアン評議会のメッセージを知ったという人も中にはいると思います。ですので、以前と同じ内容ですが、時々メッセージの後にお伝えしたいと思います。いろいろなことが理解できてきている時期と思います。自力で自分自身を浄化&調整なさり、波動を上げていけるようになさってください。5D 新地球に到達する必要事項の一つと言われています。言葉、音、振動、周波数、波動、場、空間、次元、エネルギーです。耳で聞いて言葉の理解を求めておらず、心で聞いて波動を感じてみてください。訳文の字を追うだけや音声読み上げのみでは心でハートで感じる機会を逃しています。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたらコメントで教えてくださいね。そして最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。